お、いい天気ですね。5月12日午後1時30分、昼下がりで遊んでいきたいと思うんですけど、とりあえず何はなくとも、これですよね。ここのデザインを張り替えないと。すごいね、今のラインナップね。よく見ると。主にここと、ここがやばい。まあ、これもやばいんだけどね。ボンカイなので、いやー、面白いなー、これ。なんだろうね。基本、顔の造形以外はね、カジロと同じはずなんですけど、カジロはそんなに面白くないんだよね。カジロはそんなに面白くないんだけどさ。ボンめっちゃ面白い。ボン、なんだろうね。この笑顔が、笑顔がいいのかな。さて、掲示板とか見てみますか？掲示板、おー、変わりはないようですね。変わりはないようです。お手紙は、わー、すごい来てる。博物館がすげー帰ってきたんだな。博物館はね、相変わらずの全かぶりでした。で、たぬきち、ハッピールーム、母、あー、久しぶりだね、母ね。ハッピールーム。ちょっと上がったな。ちょっと上がった気がします。あの吉、スペシャル家具は、なんと緑の時計。これも持ってない気がするね。で、母ですか。そういえば、母の日が割と近いんだよね。何日だったっけか。稲葉場へ。休日はどこへ行っても親子連れ。天気はいいけど、心は水色。水色。寂しいわけじゃないの。寂しいんだね。寂しいっつってんだね、これはね。水色っていうとね、ちょっとなんか爽やかな、プラスのイメージもありますけど、これはまあ、ブルーってこと。悲しみブルーってことですね。たまにはね、実家とかに帰ってね、元気な顔を見せてあげましょうね、皆さんね。明日だ。13日が母の日ですね。なるほど。日曜日だもんね、母の日ね。で、ローランさんが、14だっけ？来るのは。14だね。ボンカイを、じゃあ14までにしますか。14までボンカイで、15日からは、ピータンかな。ピータンは流動枠なので、次の19日じゃないや、18日までしかピータンとは一緒に入れないので、18までピータン会にして、19からまたあれだね。引っ越し枠の誰かのお当番会にしましょう。落とし物は一つもなし。たぬきちんち、とりあえず化石売るか。緑の時計。なんじゃこりゃ、すげえの売ってんな。絶対こっちの方がスペシャルでしょ。スペシャル家具はこっちなんだね。これか。なんか思ったのと違いますね。もっとなんか柱時計的なやつをイメージしていた。ダサいね。ダサいけど、一応買っとくか。持ってない家具はガンガン買っていくようにしよう。で、これすごいね。これくれ。値段見る前から言うけど。トーテムポール、おや、あ、意外に安い。緑の時計の方が高いんだね。1400ベル。これ、4ついただける？いただけるかしら？これは、地下室がはかどるわい。これなんだっけ？山鳥足。あ、これいいね。持ってないっすね。貼っとこう。ソファー？赤いソファー L。いいじゃない。いただくわ。壁紙が本当に、持ってるやつしか売りに出されてないな。アジアのラグ。ああ、いいね。これいいな。持ってんね。で、あとは、デザイン看板とかいつものセットを買って、水色コスモスだいぶ集まってきましたね。で、
サラチャリーナ一世はいないね。そらちゃん散歩中かな。桜島はいるけど。桜島なんか喋るの久しぶりだね。お前もさ、もっと主人公なんだからさ、主人公っぽいことしてくれよ。ん？ちょっと荷物が増えすぎちまったんでな。いらないものを処分しようと思ってる。お！これはタダでくれるイベントかな？そうはいかないか。そんなうまいことはいかないか。どうかな、稲葉ば。この梅もどきの盆栽。よかったら持って帰る。あー、なんか良さげじゃない？梅もどきの盆栽って持ってないよね。え、これ、タダでくれる？桜島なのに？本当に？もらっとこうか。そうか、もらってくれんのか。じゃあこれな。もらうだからな。買うじゃないからな。大丈夫か？俺のお風呂で良ければまた恵んで、そういうことを言う。ガハハハハ。おー。いいのかい？梅もどきの盆栽。なんか桜島っぽいアイテムをゲットした。嬉しいね。一応ね、和室にね、盆栽飾ってたしね。これなんだっけ？これ、飾ってんのは、あ、ボケの盆栽だね。これペシミシがくれたんだよな、確かな。梅もどきの盆栽。あ！どうすか？あ、梅の実みたいなのなってんね。これいいじゃない。これを桜島の化身としてじゃあ置こうか。これね、サラちゃんの化身だから。もみじの盆栽ね。となるとね、ペシミチの魂の宿ったボケの盆栽をね、下げてしまうのももったいないので、ここでいっか。置いとく？うん。表情にごちゃごちゃしてきました。まあいいんじゃないでしょうか。サラちゃん桜島、ペシミチの魂が宿った盆栽が手に入ったので、ブーケの盆栽も欲しいけどね。ブーケくれないかな。と言いつつ、サラちゃんの家に来てしまう。やっぱ散歩中か。サラちゃんね、俺にさ、ういって、挨拶してくれるようになったんで、特殊なね、会話がね、発生するはずなんだよね。ムーもさ、あれっすよね。挨拶して、あれ？ムー。ムーいない。あらまあ。着替えてその服はあ、あー、ブーケもいるね。ブーケもいる。会話が始まった。その服、三人今、流行ってんね。これは、あれですね。XL 派と、ベシミチ派の構想が始まってるな。なんて言うんだっけ？レモンギンガムだっけ？レモンギンガムが今、ムーでしょ？ベーグルでしょ？そして XL でしょ？で、ペシミチ率いる、ルービックキューバーズが、ブーケでしょ？ペシミチでしょ？ジェーンさんとモモチで、4対3か。すげえな。こんなことってあるんだね。今後はもう、あれだよね。まだ無所属の住民をどっちが素早く併合していけるかっていう。東軍と西軍の争いが始まったな。ブーケっていつも元気いっぱいで羨ましいぜ。ブーケとムーの組み合わせは結構新鮮だね。でもよ、俺が思うに、まだちょっと遠慮があるって、ないよ、ブーケには。ブーケ遠慮ないって、猫を被ってるって、被ってないよ。本物のお面を見せてねえや、十分見たよ。十分大吉だったって、見せてねえ気がするぜ。見せてくれよ、本当の自分ってやつを、そういうこと言うんじゃない、ムー。はぁ？何言ってんの？あたい全然意味わかんないよ、チェキ。いや、ただブーケの思いっきり元気な姿を見て、見てきたよ、十分！少しおしとやかな姿も見たいよ、俺は。いいじゃねえかよ、自分を抑え込まねえで全部さらけ出してみろよ。こんな目を血走らせて。だから、あたいはあたいだよ。いつも普通にしてるんだけど、そうだよね。ものすごい説得力ですよ。なんだよ、ケチケチするんじゃねえよ。減るもんじゃねえだろ、ダクマ。怒るなよ、女の子に。逆ギレはやめてよ。とにかく元気がいいところを見せればいいんでしょ。え、大吉の服に着替える。どうなっても責任持って、やめろやめろ。覚悟はできてるよね。できてない、俺ができてない。行くよ、せーの。あんた、うざすぎ。すごい。あ大バカ野郎の妹にさ、ブーケが強すぎる。ブーケが強すぎる。ふぅ。どう？これぐらいでよかったかな？あ、ありがとうよ。かわいい。
いそうに。でも目が悪いよ今のは。もう十分だぜ。あ、まあ全くもって同情の余地はないけどな。お前の過失だよ完全に。どんまい？学士。信じらんねえ。もうダメだ俺。そんなに落ち込みすぎだって。元気出せよ。ルーケはあんな感じだよ。ずっとあんな感じだったって。あたい系に幻想見すぎ。あれ、ブーケは？あ、いたいたいた。上機嫌だもんね。こんにちは。今日は、サラちゃんを探してんだけど。ん？あの泉の水って飲めるのかしらね、稲葉ちゃん。あ、このエリア専用のセリフかな？これ。そうだよね、きっとね。ももちちゃんは平気で飲んで。ももちはさ、わんぱくだから。わんぱくだからね。そこが好きなんだけどね。あれ？ムーがいない？あのさ、ウィってさ、挨拶した後の特殊会話を聞きたいんだけど。あれ？ムー？あいつ、自殺した。大丈夫かな？不安になってきた。いたいたいた。ムー？ムー？よっ。あれ？ムー、俺挨拶は？挨拶してくれないね。してくれるときとしてくれないときがあるんだよな。最初にその日に最初に会ったときに挨拶してくれる気がするんですけどね。あれ、サラちゃんいないな。どこ行ったんだ。あれ？戻ってきてる。サラちゃん戻ってきたのか。サラちゃん。あれ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。服が違くねえか。あれ、それ白い円の服？白ではあるんだけどね。白ではあるんだけど違う気がしてならない。それ大丈夫？座がつく服じゃない？すごい嫌な予感がするな。いや、でも、ん？いや、もう白い円の服じゃないもん、絶対。違うもんね。座って見える気がするもん。稲葉ちゃんすごいでしょ？ん？ついに一昨日が手に入ったのよ、なんてね。何一昨日って。どういうこと？どういう概念の話をしてんの？頑張ってオタクの分もゲットしたわよ。一昨日？あ！曲名か！サラちゃんちでかかってるやつのライブ版じゃない？欲しい欲しい欲しい。なかなか手に入らないのよ。大切にしてね、なんてね。嬉しいです。そうか。あのね、住民の俺を好きという気持ちが高ぶりすぎるとくれるんですよね、ライブ版をね。R に続いて二人目だね、サラちゃん。うわー、嬉しい。うん、ザルティー来てるー！やっぱりザルティー来てるー！まあ、なんでこったい。もうサラちゃんはさ、今あの、XL 軍がめっちゃ流行らせてる、レモン銀河の服すごい似合うと思うんで、あれ着替えてほしいよね。都合よく XL とか着てくんねえかな。映してくれる気がするんだけど。桜島は今の服のままがいいんだよな。久しぶりにサラちゃんの部屋。いい匂いがするのら。うわあ！ごめんごめんごめん。変なことしようとしてないから。入ってくるんだよね、時々ね。まあ、ペシミッシュではあったけど。びっくりしたー、今。聞かれてないかな。大丈夫かな。いや、それにしても、ザリティは部屋着としても微妙だね。サラちゃん、せっかく可愛いんだから、もっと可愛い服を着てほしいな。これ、部屋専用の会話とかないのかね。お？おっと。おっとって何？可愛いね。クイズのお時間よ。お？正解できたら素敵なファミコンカセット。ファミコンくれんの？なるほどね。こうやってゲットできるのか。確かに母の最初の手紙以外でゲットしてないもんね、ファミコン。ではなく、あ、ではないんだ。どういうことだ。青い椅子は微妙だな。微妙なチョイスだよ。目玉としてはこれ以上ない微妙さだよ、青い椅子。それでは問題です。その口を可愛いね、サラちゃんね。ズッポシ村のゴミの回収は週2回。あ、これは、毎日ですよね。バツ。あれ？え？嘘？週2回なの？残念でした。
山ちゃんにも難しすぎたかしら。あれ、ゴミ捨て場に物を置いとくと次の日に亡くなってるんじゃないんだっけ。実際捨てたことねえからな実際捨てたことないからあれなんだけど、あ、週2回ですか。また改めて挑戦しなさいなんてね。えへへ、間違えちゃった俺ゴミは拾う専門だからさもっぱら拾う専門なんで。自宅に帰ってきたりとかはあるみたいだけど、他の住民が遊びに来たりとかはないんですかね。どうなんだろうね。ただまあサラちゃん家にね、他の男住民が遊びに来たら処罰ですけどねちょっと稲葉ちゃんオタク、あ、これはいつもどんなものを持って歩いてるのか見せてごらんなさいよ。ふんふんこのねイベントね、俺割と好きなんだよね俺の汚い部分まで含めてなんかサラちゃんに覗かれてるみたいで興奮します思うんだけどさ、オタクの俺の汚いデカドリルハニワが全然役に立たないんじゃない。大丈夫この流れちょっとギリギリだよ。ギリギリアウトな感じがするよ。1030ベル。まあ、いいんじゃない。店で売ったらね、800ベルぐらいだもんね、ハニワ。そうでしょ？そりゃそうよ、なんてね。私がそんな悪い話を持ちかけるわけないじゃない。ありがてえ。1030ベルありがてえ。俺の汚いデカドリルハニワが。いやー、いいなー。この曲いいですよね。すごくいい曲ですよね、この曲ね。てか、サラちゃんちのこのオーディオ機器がいいなぁ。これ欲しいなぁ。もらった曲、聴いてみる？おととい。おぉ。ええー、のぉ。名曲やなぁ落ち着くわぁ。マジでいい曲だなぁ。おとといライブ版ね。ライブ版じゃない曲も欲しいなぁ。しばらくこの曲でいきますか。